香水飲んで去ってしまう、錯覚の扉打ち破る、花のもだえの中、今は果てなく天国への階段、優しさに胸果ててしまう。呼んでいるきっと空の青さ透けて、幻の影焼き湧き上がる雲の色、浮上色、食べてみて散る涙の音、私は石になってしまう時、とこしえでなく果てる今は。私は父母とあまりうまくいきませんでしたんで、なぜなら私が芸術家になることを家族が非常に反対いたしました。だからいつも争いが絶えなかったんですけど、絵描いてることに。そうだけど、私たちはものすごく争って来たのは、その芸術のことで争いができてきたわけですけど、なぜかというと、私の姉が非常に財閥を読みに行って、で、私はその次に私を家族が彼のレベルのところに私を入れるつもりというのが、私が絶対反対して、朝から晩まで絵描いてるので、絵をかたかの投げつけて、それから絵の具箱もみんなひっくり返して、母はね、もうね、絵描いてるんだったらね、うちに帰ってこないでくださいって言われたの。で、アメリカ行くようにって、私の精神科医が私に注目いたしました。なぜなら私がその家庭にいると非常にね、たくさんの、とる、渦に巻き込まれるので、一人でもってやってみたらどうかというんで、で、私は親からね、100万ドル、100万円お金いただいて、それから親族が国務大臣をやっておりましたんで、その人のあが手伝ってくれて、私はアメリカへ行きました。ほんで、ニューヨークってとこは世界の美術の最先端であることを知ってたので、そこでね、大いに私は戦おうと思って、そして私の作った作品について多くの人々が非常にね、心を打たれたと言ってくださるので、私は芸術家になってよかったと思っております。これは短いですけど、私が父母に対しての愛情を感じた時に作った歌であります。君は死して今、魂は不要の雲の上を、されど君と我、憎しみと愛の果てなき果てに、虹の光の粉にまみれて、永遠に消えて去りぬ。ミレオルームは、私にとって、またとない大きな賭けであり、それから光だとか、それの反射だとか、そういったものを使って自分たちが住んでる世界よりも一歩先の方の宇宙的なイメージをその中に込めました。それから神秘的で、そしてかつ非常に強いミラールームのイメージを私は盛り上げました。私はね、F でどうぞ、カンバスがあると自分の考えよりも手の方が先に動いてきて、それで作品になってるので、全部仕上がってから私が見て、それを非常に驚いております、いつも。
私はたくさんミラールーム作ってきたけど、それぞれ非常によく取り扱っているので、非常に神秘的に素晴らしく、電気の水玉の無限な存在を私たちに与える、そのことを私たちはその作品を見て非常に素晴らしいと思って、自分で熱狂的な不安になりました。私は水玉を、急いで取り込んで描くというのではなくて、いつも作品を作ると、そうすると水玉になってしまっております。それは私はあれって、私の、病から来るサジェッションなのか、または自分がこうしたいと思ったのか、それは私は制作してる時には非常に夢中になってて、他のものは全部ものは全部消えてなくなって、手が作品を作っていくので、私自身はそういった作家たちあまり知らないんで、私自分自身非常に自分のイメージを垣間見ることが結局自分にとって大きな仕事だと思っていました。自分たちは今地球というところに生まれましたけど、結局、月も水玉、太陽も水玉、それで我々の住んでる地球も水玉、そして永遠に不可解だと思われる宇宙の姿、そういったものの中にも水玉のイメージがたくさん入っておりまして、そしてそれらを通して私たち の, 哲学的な、生きている姿というものをこの手で見てみたいと思いました。